帝国となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます、えー。本日は知事からの報告事項は特にございませんので、えー、早速ですが、幹事者の方からのご質問をお願いいたします。はい、お願いします。はいえー、幹事者の毎日新聞です。えー、幹事者からの質問は1点です、えー。台風26号による伊豆大島での災害発生についてです。 台風26号による土石流の発生で東京都の伊豆大島では多数の死者、行方不明者が出る大災害となりました県内では24の有人島があります住民への避難の指示が十分されていないとの報道がなされていますが現状での災害時における情報伝達体制についてお聞かせくださいまた今回の伊豆大島での災害を受け県として新たな対応などがあればお聞かせください はい、えー、まず多数のお亡くなりになられた方に、えー、心よりご冥福を申し上げたいと思いますお祈りしたいと思います、えー、この件についてはまだいろいろなあのー、進行中というかあのー、明らかになってない部分もあると思いますけれどもまあ一つはその情報伝達という点ではまあ,あ東京都本県で言えば県、うん からえ大島町県で言えばその友人とを持つまあ市長ということになろうかと思いますけれどもえその段階の連絡情報連絡え2つ目にはやはりその市長からですねえ離島側への連絡まああの小豆島あるいは直島につきましては もともと町自体が島の方にあるということになりますけれども3番目が、まあ、その島の中でのですね情報伝達避難指示等の伝達をどうするかと、まあ、こういうことかなと思っていますけれどもまずあの災害発生時の県から 各市長また防災関係機関に対する気象情報などの伝達は県防災行政無線のファックスを用いて行います各機関がファックスを受信したかどうかは県で受信確認ができますこの点確認がなされてなかったのではないかというような報道もあるようですが県の場合従来から 大雨洪水などの気象警報が発令された場合は、市長においても対策本部が設置されるわけでありまして、気象災害の状況に応じて、逐次、おおむねこれまで1時間から2時間ごとに、県と市長の間で状況確認の連絡を行うなど、情報が伝わらないというようなことがないよう、十分留意してきております。 2番目の,その友人島に対するですねその島を持っているまあ市議庁のまあ本部から島の方への情報伝達ということにつきましては現在、市長の防災行政無線、これは同胞系とか移動系とかありますがこれは15の島でそれからこれはあの重複してますけれども衛星携帯電話が11の島にあります。 ままた市町独自ののメール手段を持っているのが4棟ありますこれは重なっている両方あるいは3つとも持っているという島もあるわけですがこれ以外にも離島特に離島ということに特化しているわけではありませんけれども緊急速報メールあるいは登録制メールですね避難情報配信サービスこういったものは伝わることに直接伝わる形になっております。 さらに3番目の各党内でのです、ねえー、住民への情報伝達ということにつきましては、各市町において個別受信機を配布しているところ、あるいはサイレンを活用することにしているところなど、各党の状況に応じた対応を図っていると聞いていますけれども、改めて現在の体制が十分かどうか確認をして、 すべての住民の方に確実に情報が伝わる体制を整備するよう、徹底を図っていきたいと、まあ、お願いしてまいりたいと思っております。まあ、あの今回の大島町の問題はその、むしろ各家庭、今申し上げた各家庭との関係では、防災行政無線の個別端末が配布されていたと伺っておりますので、まあ、それが 活用されてればという話で、まあ、結局、むしろ、避難勧告指示等の発令が出されてなかったといいますか、そのあり方が適当かどうかということかなと思われます。災害対策基本法上は、この避難勧告指示等の発令、原則市町村長の権限でございます。県としてはこれまで、この各市町における情報伝達手段の整備に加えまして、 避難勧告などの発令基準につきましても、策定する、あるいは見直しを行うように要請するとともに、避難所、また避難経路についての適切な見直し、住民の方への周知について、各市町長に助言を行ってきております。さらに、台風などの災害時に、えー、先ほど申し上げましたように、土砂災害警戒情報、あるいは河川水情報などを、防災情報を住民、また市町長に提供して、 市長におけるこの避難情報発令、あるいは住民の方の避難判断が的確に行えるように支援してきており、市長からご相談をいただければ、可能な限り、助言も行ってきております。さらに、例年ですと、梅雨時あるいは台風の前ということで、5月ごろ、国の通知を受けて、各市町に対し防災体制の強化を通知しておりますけれども、 今回の問題の重要性に考えまして、先週18日金曜日に、改めて防災体制の確認を行うよう、各市長、町長さんに対して、危機管理総局長名で通知をいたしました。まあ、内容は災害応急対策の実施体制の確立、職員の動員配備とか災害情報の収集等ですね、また避難勧告等の迅速かつ的確な発令 さらに防災、それらを含む防災情報の住民への確実な伝達、危険箇所の点検や安全な避難所の周知、こういった内容の確認する防災体制の確認を行うよう、知事長に18日に改めて通知を出しております。今後、今回の件について、大島町、あるいは東京都、また気象庁等も含めて検証が行われると思いますが、 やはり今回の件を多山の石としてですね今後に生かしていくということが極めて重要であると思っておりますので検証結果を注視するとと,ともに引き続き高松市方気象台あるいは香川大学等のいろんな専門家のご意見も伺いながら各市長とともにですねより良い体制の構築を図ってまいりたいと考えているところであります以上です。<laughs> 関連、その他のご質問がありましたら、お願いいたしますよろしいでしょうか、岡山放送です。えー、と先週ですけれども、高松天満屋の撤退に伴う今後の県経済の影響について、知事の所管と、それから県中心部の市街地を活性化させるための今後の対策を改めてお聞かせください。はいまあ、今回のの撤退の判断につきましは 都会事業者、天前さんの方がいろいろな状況を踏まえて総合的な判断をなされたんだろうと受け止めておりますけれども13年9月開業以来市中心部高松市中心部の繁華街の中核の一つとして地域経済の活性化に大きく貢献していただいていただけに大変残念に思っております。県経済の影響にについて一義的には 雇用直接の雇用ですね、あるいはその取引先企業への影響、また、とき町商店街など南部山頂商店街への影響等が考えられますが、まあ、雇用については、えー、手前さんの方でできる限り努力するというふうに伺っておりますけれども、その他の点については、まだ現段階では、この後継テナントの有無、ね、により、 異なってまいりますので、えー、具体的な影響を申し上げることは今の段階では難しいと思っておりますいずれにせよ、えー、こういった影響を最小限とするためにはこの後継テナントの早期決定が望ましいと思っておりますまあ,あのビルの所有者であることデが中心となって鋭交渉中と伺っておりますけれどもぜひその早期の決定を を見るように願っておりますなおことでんからはその鉄道事業については事業は安定しており、えー、と影響はないというふうに伺っております。市街地の活性化ということで高松市の中心市街地の活性化につきましては高松市のまちづくりに関して、えー、本年6月 高松市の方が第2期の高松市中心市街地活性化基本計画を策定しております、まあ、その計画区域の中にこの位高松手前も当然位置しているわけでございますのでやはりこの計画との関係からもです、ね、早期にテナントが決定されることが望ましいと思っておりますいずれにせよ現在高松市中心市街地活性化協議会 あるいは河原町駅周辺町づくり協議会等々さまざまな機会を通じてですね高松市の中心市街地商店街等の活性化について意見交換情報提供を行っております支援もしておりますまあ具体的には今年度高松常盤町商店街などの南部山頂商店街でいろいろとこの協議会が情報発信 コミュニティづくりを目的として実施することとしております、えー、商店街活性化コンペ事業の,お、まあ、その南部商店街の方でです、ね、実施する、まあ、子どもたちの商店での職場体験とか参加者のネットワーク作りが事業の内容だと伺っておりますけれどもこれを県として直接補助して支援してまいりたいと思っております。またあ 各商店街の防犯カメラ L. E. D.、街路灯整備など、基盤整備に対しても。事業を行って支援しているところであります。まあ、手前の関係につきましては、以上であります。四国新聞ですが。えー、と戻りまして、えっ、ー、と。防災の関係なんですが。先 先日、東京都猪瀬知事が防災・避難勧告について市長都道府県レベルでの命令という形も視野に入れて検討しなければならないという旨を発言されましたがその勧告命令、その各市長への指示判断につきまして香川県としてどのよううにお考えでしょうかまあ今、そこまでですね、そのまあ体制としてまあ今回の問題 かなり自島といってもですね、当庁との距離があれだけ離れててたというのは、ほあ,あの,他の県でもそういうのはあるかもしれませんが、本県の場合はそ,れそんなにこう離れてるわけでもないという、事情がいろいろ違うところがあると思いますので、都知事の発言は私、承知しておりませんけれども、まずはそういう制度面の話もさることながら、 実際の運用のです、ねえー、徹底ということ、なんかファックスが送信されたけれども、まあ、放置されたまま、まあ、放置していたというようなことのないようにです、ね、わ、え、れ、ー、我々も改めてこのそういった点の徹底が必要だと思いますまずはそういった点、また、 あの実際の避難勧告を出す際にもですねどうやってその本当に情報を周知するのかこれは別に離島にかかわらずですね市街地中心部でもむしろあのいわゆる優先なんかはですねあの本来こういう高松市内中心部の住宅地ではおそらく そういいったものはないわけでありましてむしろ周辺部農村部に行くとまだそういうのが残ってますけども、まあ、あの基本的には拡声機というかスピーカーでですねあの小学校中学校等のそういったところから放送するそして候補者が走るそういったことなんだと思うんですけどもこれにしても本当に十分それで伝達できるのか。 大島のの場合はまあ深夜のですねテレビも何もない放送されてないという状況だったわけですがこれはあのこちら陸上部においてもですね起きうる話でいつもテレビをこの何て言うんでしょうかずっと昼夜にわたってそういう放送がなされてれば別ですけども。 まあ停電もあり得ますし、えー、さらにはかなり局地的な部分としてです、ね、そういう、えー、情報の対象にならないということもありうるのかなと、まあ、そういった点を言い出せばきりがないわけですが、まあ、こういったところは一つ一つこの点検をしてですね、えー、まさに教訓としていくべきであると思いますがまずはそういったところが先ではないかと思います。 関連なんですけれども、先ほど島の防災無線、そのハード面の整備の部分でいろいろ巡られてたんですけれども、島によって、あ,ある程度差があるような話もおっしゃってたんですけれども、この点について、県として例えばこう、えー、各自治体が利用る望があればこう、えー、お金の面でも支援していくというか、そういうことは考えられてますか。 まあ、あのこれは市長の基本的な仕事でありまして、すね我々としても必要な支援はこれまでも行っておりますけど、県から市に伝達した後その市の市長の中での体制、またさらには離島でのです、ね、情報の発信、どのようにするのか。 この点についてあの、まずは自分たちでお考えいただかないとあの、まあ、恐縮ですけど県が支援すると言ってもそのハードもソフトも県にお任せみたいにあるいは国にお任せ県の場合であればです、ね、そういうことでは本当の防災体制は確立されないのではないかと思っておりますので。 あのちょっと、すぐに財政支援というのは、ちょっと、あの、順番としては、どうかなと思っております。ケースビです。あの手島の参拝所持事業について、お尋ねします。昨日の、あの、管理委員会で、あの、手島の処分地で、えー、北海岸道路下ですか。これまで想定していなかったところから、まあ、参拝など、4200トン。 が見つかりましたという報告があったようですが、あの昨日の管理委員会では、消費計画自体に影響とか変更はないと言われていますが、改めてあのこの事実について、地位としてはどうお考えでしょうかということとです、ね、それとあの今後、参拝、汚染道場も含めて、その把握といいますか、管理について、どのように取り組んでいかれたいか、その2点についてお尋ねします。まあ、あのご指摘の北海岸の道路下、えー、ここについてはけあの、掘削計画に基づいて、 いわゆる D 側線の,です、ね、あの西側の底面側削作を進めている中で8月末28日にいわゆる高潮位の想定を超える範囲から廃棄物が確認されたということでこれを受けて9月18日に管理委員会岡市先生の現地立会もいただいて県が判断してその上で10月4日にさらに縮図を行って 増加する廃棄物の量を試算いたしました最大で2214リュウベ約3100トンと、この場所についてはそういう数字であります、また E5 付近につきまして、E5 地区付近につきまして、外周道路の工事を行う中で、これも掘削計画に基づいて行っていますが、9月12日に確認されたものがあります。 9月30日に外周道路予定部分の掘削をその後行いまして、増加する量を試算して、この点については、750竜米約1100トンということになっております。まあ、この内容を今おっしゃったように、昨日の管理委員会で課長が説明し、合計2964竜米約4200トンということでございますけれども、まあ、これまでも、 いわゆる校長位の調査結果の推定範囲を超えたところで、えー、確認されている場合がありますので、えー、今後もきちっと調査をしてですね全量撤去を実施してまいりたいと思っております。量的には昨日のご説明も申し上げたと思いますけれどもこれまでの91万1000トンというのに 4200トンが加わることになるわけですが、今年度上,引きの上半期の処理量は計画量を上回っております。要流用の処理,処理量が2500トン上回っておりますから、こういった点を踏まえれば、28年10月を完了時期としている現在の処理計画には影響がないと、昨日の委員会でもご報告したとおりであります。はい、見直しののものは 次回以降の管理委員会で正式にご審議いただくことになろうかと思いますけれども、あのこれからもきちんとです、ね、全量処理、全量撤去に向けて、期限内の全量処理に向けて、私も従来から努力しておりますけれども、実現するようにやってまいりたいと思っています。 新聞高橋ですあの天満屋の件なんですけれども、その後継テナントをどこにするかっていうのは、あことでんが決めることではあるんですが、まちづくりの観点から、その知事としてこういった施設にはがこう望ましいとかです、ね、でこういう施設に入ってほしいっていうお伺いがあれば、教えていただけますか。 ととということを県としてて今持ち合わせているわせるけではあります、まあ、基本的に先ほども申し上げましたけれども高松市のまちづくり計画の中にまあこの計画区域として中心市街地として位置づけられているその像の中に今入っているわけでありますのでまあこの基本的にはこういったあのー 都市計画と言いますか地域のそういう町づくりについては各市長がお考えいただく、まあ、県としてそれとは違う方向でどうだっていうようなことはですねそれはできないわけでありまして市の方でそういったことをお考えになるのが先だと思いますがおそらくそのまあ,あのこれまでのにぎわいを 鉄道ののターミナル駅厳密、ねえーまあ、に言えば唐町駅ターミナルになってない部分もありますがあのそれが重要な町づくりの中心市街地の,あの計画区域だとの中に入っているということを踏まえてです、ねね、にぎわいづくりに支するそういった、まあ、テナント施設 方がおそらくはこれまでと同様の位置づけとして考えられるのではないかと思います。よろしいでしょうか。あどうぞ。共同通信です。全国学力テストについてなんですが、あの文科省の調査で市町村教委が学校別の公表することについて。 あの知事全国の都道府県の知事の44%が賛成だという結果が今日出ました、えーと、知事はこれについて、どうお考えですかえっとそのアンケート、私の方にもいただいて、そうまあ、そう私どもはそうではないというお答えをしたと思いますけれども、公表についてですね、まあ、従来の考え方でいいのではないかと。 そういうお答えをしたのではないかと、まあ、今、どういうふうにえ発表されているのか、ちょっとあの手元にありませんけれども、あのこの問題は <coughs> いろいろとですね、あ静岡でもあるいは、その前、大阪でも、いろんなご議論があったと思いますけれども。 分かつて本県も学定日本一と言われる中でですね非常にその学力向上に資し,した面もありますけれどもまあ一のそれが競争といいますか本来の目的の学力向上というところが単に順位を争うようになったのではですね これはちょっと趣旨を外れるんではないかということで、再開するにあたっても、今の取り扱いにいろんな議論の結果、なったのだと思っております。私としては、今、それをあえて変える必要はないのではないかと思っていますでは都道府県教委の市町村別の公表についても同じお考えですか。そううですすね分かりりまましたありがとうございます よろしいでしょうか。それでは会見を終わります。終了いたします。ありがとうございました。